はい、それでは本日の解説していきたいと思います。玉型1一角、2一玉、2三金、3二角、4一金です。攻め方1三金、3四飛車、4三金、5二飛車でございます。それでは解説していきましょう。3二金とこう入っていきますね。これはまあ同金で、取るしかないので同金で、今取った角を1二にこう打ちます。1二角打ちで、これは取れないので3一玉で5一に飛車になりまして、これはまあ合駒でしょうかね。4一桂馬と、手で、桂馬で合駒してあげると、これで、そして3二飛車成と入りますね。3二飛車成とで、これはまあ同玉しかないので同玉で取りまして、で4三に金を打ちます。ここですね。4二に金を打ちまして、失礼します、4二に金を打ちまして、で3三玉で2三角成とこう入ります。2三角成とで、もうこれはもう同玉で、取ることはできませんから、ここにこう来るしかないですね。4四に玉ということで、で最後なんですけども、ここ4五に、金を打ちまして、詰みに、なります。これ馬が効いてますね。でこう後ろに、金がいますし、ここは竜が効いてるということで、これで詰みということになります。ということで本日はご視聴ありがとうございました。